皆さんこんにちは、シモンチャンネルです。今日のこの動画では、今僕減量してて、減量が進んできて、ある程度体脂肪率が低くなってきてから、減量初期よりも食事にさらに気を使うようになってきました。そこで、僕だったら外食をするときにどういう食事、具体的にどのメニューをどういう組み合わせを食べるのかっていうのを紹介していこうと思います。栄養面的に減量とかダイエット向きの食品メニューっていうのを選んでるので、減量中の方はぜひ参考にしてみてください。よろしくお願いします。では、早速一つ目なんですけど、まずは、大戸屋だったら、いろんな場所にね、店舗があると思うので、大戸屋を選びました。まず最初に僕が選ぶのは、島ホッケの炭火焼き定食で、これが結構、マクロが優秀で、これ見ていただきたいんですけど、タンパク質が 47.5 多いですよね。タンパク 47.5 で、脂質が 14.314.3、 炭水化物が 65.8 で、脂質とかも魚なのであって、多めのボリュームなので、他の食事で調整をするか、トレーニング後、運動後とかに、ある程度の食事量を確保できるタイミングで、僕はこのメニューを食べるようにしています。僕は普段結構チキンとかお肉を食べてて、良質な脂質、魚からの脂質を取りたいっていうのと、普段なかなかね魚を取れないっていうケースがあるので、これを選ぶっていうのがあって、あとは普通に味も美味しいんですよね、この島ホッケ。なので大戸屋だったらすごくおすすめのメニューです。で、他の選択肢で言うと、もろみチキンの炭火焼き定食っていうのがあって、これがチキン 1.5 倍っていうのにできます。で、そうした場合のマクロがこちらなんですけど、タンパク質が 60.7g 取れます。で、脂質が 47.1、 ここがちょっと問題で、炭水化物は 67.6、 少し脂質が、増えてしまうっていうのが、あって、総カロリー的に減量向きなのは、魚のメニューになってくるのかなと、思います。メニューの中だと結構揚げ物とか、唐揚げっていうのが多くて、どれもすごく脂質が高いので、そういう揚げ物系には減量中の方は注意してください。前の動画とかでもね言ってるんですけど、脂質がすごい多くなってしまうと、減量ダイエットを進めていく中で結構厳しくなってしまいます。総カロリーがねすごい脂質で取られると、もう残りほんとちょっとになってしまって、他のものを食べられなくなってきます。で、注意点として、こういう定食屋とかはお米の量が多いケースっていうのがあるので、トレーニング後とかじゃない場合、普通の食事として食べる場合は、運動量が少ないっていう日などは、お米を少しこう減らしてもらう、少なめのライスをオーダーするとかを、していただくと、さらにね栄養面で言うと、バランスが整ってくると、思います。では次、2つ目いきましょう。次は弥生軒、弥生軒もね、結構店舗があるので、大戸屋に続いて選んだんですけど、ちょっと似てしまうんですけど、1つ目が島ホッケ定食、他のもいいんですけど、僕が普段選ぶメニューなので、選びました。この島ホッケ定食も優秀です。タンパク質が 52g も取れます。脂質 35.9、 炭水化物が 68.5、良質な脂質が取れる、ハイカロリーなんですけど、注意点に関してはさっきの、大戸屋と一緒です。で、他のメニュー、島ホッケ定食以外で言うと、鉄火丼がすごく優秀でした。この鉄火丼見ていただきたいんですけど、味もいいんですよ。タンパク質が、31.6、 脂質が 2.7、 炭水化物が 87g っていう、優秀な食事。さっきと一緒でライスちょっと減らすと、もう栄養素的に、マクロ栄養素のバランスで言うとすごくいいです。で、他の選択肢で言うと、カットステーキ定食っていうのがあって、これ990円なんですけど、ここが脂質 16g で、タンパク38、炭水化物94なので、脂質16なので、悪くない定食だと思います。で、これ注意してほしいのが、次のこの牛焼肉定食、こ
こう一見なんか焼肉定食ですごくこうタンパク質メイン良さそうボディメイク向きなんですけど、見た目はですね脂質が 27.5g も、あるんですよ。まあ、なのでこの焼肉定食に関しては、まあ、減量ダイエットしてる方にはあんまりおすすめは、できないですね。まあ、見た感じわかると思うんですけど結構脂っこそうですよね。次すき家のケース、すき家もね結構行かれる方多いと思うので選んだんですけど、鉄火丼すごく優秀です。この鉄火丼なんですけど並盛りを選んだとしたらタンパク質 32.3 脂質 2.3 炭水化物が 98.8、まあ、低脂質でタンパク質が 30g 以上も取れる、もうこれは筋肉飯と言ってもいいぐらいもうおすすめできますね。鉄火丼かなり優秀です。マグロたたき丼っていうのもあって、マグロたたき丼だと少し脂質が鉄火丼よりは上がります。まあ、並盛りで脂質が 10.2 でもタンパクは30取れるので、このマグロたたきもそこそこ優秀だと思います。で、まあ、これは脂質が多いの分かってるんですけど牛丼一応比較で出します。牛丼は脂質が半端ないんですよ。並盛りでも脂質が 25g、 メガとかを選ぶと脂質が71、脂質71のパンチ力はえげつないです。まあ、一食だとやばいですね。すき家に行くなら牛丼ではなく、鉄火丼を選ぶようにしていただくと、まあ、減量が、はかどります。次に、4つ目なんですけど、サブウェイ。サブウェイが僕密かにファンなんですけど、まあ、オーストラリアに住んでた頃に結構店舗があってサブウェイには通ってました。で結構オーダーでこう喋る機会が多いんですよ。パンがどれとかなんかソースがどれっていう風にいっぱい喋るので、まあ、海外に行く機会がある方とかは英語の練習にもなります。まあ、余談なんですけどね、海外に行く方ぜひサブウェイも行ってほしいんですけど、まあ、日本ではね店舗がちょっと減ってきてるみたいなんですが、減量向きのメニューがあって、ローストチキンはかなりいい感じでヘルシーなんですよ。炭水化物が45、タンパク質が 18g で脂質が 4.2g っていう風にすごく、マクロ栄養素的に優秀です。でここにさらにこう男性とかで、タンパク質を足したい方とかはチキンをトッピングしたらもう栄養素的にバッチリです。もうザ、減量飯っていう感じですね。あとここの注意点は結構ソースとかなんかこうチーズみたいなトッピングをするとカロリー脂質がまあ変動してダイエット向きからは少し外れる可能性があるので注意してください。はい、そんな感じでサブウェイは優秀です。5つ目はコンビニなんですけど、今回はファミリーマートを選びました。ファミリーマートの中で、まあ、最近僕のお気に入りなんですけど、グリルチキン。グリルチキンは美味しいしマクロもすごく優秀です。今日は、炭火焼き鳥風味っていうのを選んでみたんですけど、まあ、タンパク質 14.6g、 脂質 3.9g、 炭水化物が 6.3g っていうので味もいいし、栄養バランス的にもかなりいい、メニューなので、ファミマの時ファミマに行く機会がある方はこれも、試してみてください。まあ、ちなみに、まあ、王道のサラダチキンでいうと、まあ、僕のおすすめする味はタンドリーチキン味。タンドリーチキン風のサラダチキンはすごく美味しいし食べやすいですね。うん、まあ、これに飽きた時にグリルチキンに行くっていう感じなので、まあ、どっちもおすすめできます。というわけで、今日は減量中の食事メニューについてお話をしていきました。で、まあ、減量中はトレーニング筋トレもすごく大切なんですけど、一番大切なのは食事になります。まあ、食事がうまくいって、まあ、減量が進んでいきます。まあ、なので今日の動画を、まあ、少しでも外食する時の食事選びの参考にしてみてください。でこのチャンネルではね、他の減量向きとか、まあ、トレーニングについて、まあ、いろんな動画をねアップしてるので、まあ、まだチェックされてない方は他の動画もぜひチェックしてみてください。では今日の動画はこの辺で終わろうと思います。今日の動画が少しでも役に立ったら高評価忘れずによろしくお願いします。でチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
Seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.